オウミ。ダレさん。相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。でなんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ。しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦埠頭で視察隊で発見された元東城会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？でその指紋身元は割れてんのか？はい。ですがこれがちょっとていうかかなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。ん？これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は大見連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報ではカムロ町、新カムロヒルズホテルに滞在しているようです。カムロ町にいるだ？ちゅうことは福岡も札幌も名古屋も今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか？間違いないようです。すでに勝谷会長以下大阪工業の主力がカムロ町入りを果たしたとのことです。東城会は何やっとんのじゃい！いや、それがこれっちゅう抵抗もなく事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と東城会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな蒼天ぶりはどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんど間抜けの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何のしたくだか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む勝也の好きにさせてたまるかい。はい。そうか、分かった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる？そうか、これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません、これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか？ちなみに本件イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代などもすべて大阪芸能で負担することになってます。つまり
この金はまるまるこちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたが全て受け取るのははばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか？引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか？そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば、最悪。ん？いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちの T セットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。うん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、和也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時、寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが断ります。遥がドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら大阪芸能、いや大阪工業を敵に回しても良いと。ねえ、もちろん。それじゃあまた。
まった人だね。ませんでした。もうしません。ちょっと殴らせろよ。困った人だね。待てよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
出してたんだ。さっさと金出しな。暇じゃないんだ。許してください。そこの兄ちゃん、ほら、待て、何こっち見てんだ。しつこいやつだな。